皆さん、ごきげんよう。作業服やポーションを作っていく過程をコメントを挟みつつ動画にする予定でしたが、想像以上に面倒で挫折しました。そこで、装備を調整する段階からご覧いただくことにしました。まずはポーションを使わずに、ダメージのカット率を見ながら通常装備を強化します。というのも、鍛造上昇のポーションを使うと防御力が上がりすぎてしまうからです。政治プレイならともかく、今回は魔法少女ですから、それはふさわしくありません。バニラの上限である 80% から 87% までダメージカット率が上昇しています。これでも悪くありませんが、個人的に 90% は欲しいので、もう少し調整してみましょう。計算式を変更したら、カット率が 96% になってしまいました。こうなると、強敵以外では、被ダメージよりも回復量が上回るような気がします。作業着を減らしてみます。
85% なら最初の方が良かったです。93% は結構いいですけど、87% を捨てて調整しているので、同じ 3% 分を妥協したくありません。91% です。妥協すべきポイントでしょう。これで良しとします。ほとんどダメージを食らわないんでは？と思うかもしれませんが、そうでもないのが今の環境です。非ダメージが大嫌いという設定ですが、殺されることを拒否しているわけではありません。時間を止めてポーションをガブ飲みしない、盾を使わない、フォロワーを使わないという、縛りを思い出してください。それに、少なくとも、本編では、接近戦をすることがあまりないと思いますし、とりあえずこれでいいでしょう。
タガーは暗殺用と割り切っています。強いドラウグルだとザコでも体力5桁なので攻撃力が1000は欲しいです。ここで表示されるダメージ量は不樹や能力を加味しない純粋な攻撃力なので、ダメだったらまた調整します。一般用の服とラバースーツは限界まで強化します。特にラバースーツは避けられないシャウラス戦で装備するため絶対に妥協しません。装備の物理的強化は以上です。次に不樹です。主な目的は消費間近をゼロにする装備を作ることですが、超錬金による学者の王冠を使わない反面、不樹部位を増やしたりして中途半端な印象を持たれるかもしれません。でも説明が難しいんですが、これが私のやってもいい上限なんです。チートは好きじゃない、でもやりたいことはチートじゃないとできない、そのせめぎ合いの結果だとお考えください。クロークはヴァンパイアロードに変身した時のみ装備します。
ダガーの攻撃力が1000に少し足りないくらいになりました。ここから先のフジュは悩むところです。混沌ダメージは初代で使いましたけど、スタルリム、恐怖と組み合わせると凄まじい能力を発揮します。強いことで有名なモッドのラスボスが恐怖で逃げ出した時は笑うしかありませんでした。とても悩みましたが、ヴァンパイアとしてはオーソドックスな体力吸収と恐怖にしておきました。これで最終装備の完成です。調整すべき点が分かったときは、その都度対応していきましょう。次回から新しいプレイリストへ移動します。ご視聴ありがとうございました。